はい、どうもケンズキャンプ TV です。今回はですね、バロッコのタイヤ交換に関する動画でございます。今冬から春にね、なるということで、スタッドレスタイヤをノーマルタイヤに、まあ、履き替える作業があるんですけども、その作業をですね、僕の方で初めて、行いました。で、もちろん補助付きでございます。いや、そもそも僕もそうだし、その僕の家族や親戚もそうなんだけど、近い親戚に工房を持った方がいらっしゃいまして、その方がですね、基本的にタイヤ交換とかオイル交換、まあ、その他車の買い替えの相談とかも全部一挙にこう引き受けてくれてる方がいらっしゃいまして、まあ、ついつい僕もね、そこにずっと頼りっぱなしになってたので、タイヤ交換とか、まあ、オイル交換っていう、まあ、ある程度のその知識っていうところが、まあ、だいぶ乏しい状態ではありました。ね、で、車をやっぱ自分で所有している身で、まあ、いろいろ旅に行くので、そういった小さなトラブルが解決できないとね、本当はいけないんでしょうけど、まあ、結構ね、頼ってしまっている状況でした。で、この間2月なんですけど、千葉県某所にちょっと行った際にですね、まさかのこう道路で釘を踏んでしまいまして、左後ろのタイヤパンクしました。で、まあね、こうガタガタガタってなって、なんだこれっつってね、端っこに避けて見たら釘が刺さってたような感じなんですけど、まあちょっと初めてね、まだ近くならともかく、その千葉県ってそのね、出先で、パンクした状態で、時間がね、夜中の2時過ぎとか3時とかそのぐらいなんです。本当にもう深夜っていうところで、まあ頼る人もいないと。いうところで、まあ、自分の入ってた保険でですね、まあ、年1回無償サービスみたいなやつで、無事直すことはできたんですけども、まあ、それがなければ、7000円とか、まあ、1万円とかかかってたわけで、タイヤ交換ね、補助タイヤがこう、後ろについてますから、交換する知識があれば、まあ、そういうのも使わずにね、自分で解決できるものはできたっていう部分があるんですよね。そういった経験が、この間ありました。ので、今回、このスタッドレスからノーマルに変えるタイミングで、タイヤ交換をバッチし、もう一回ね、頭に叩き込んで、動画も回して、ちょっと皆さんにお届けする、プラス、まあ、僕がね、また見返せるっていうところで、動画を回しております。はい、じゃあ前置きがちょっと長くなってしまったんですけども、まあ、その工房の方がね、タイヤ交換をレクチャーしてくれて、そこの動画を回す許可をいただいてますので、早速ね、そちらに向かいたいと思います。倒すと。もっと倒せるね。はい。これか。そして持ち上げる。これね。これをここに崩すと。で、これがジャッキ。これをひねって取る感じ。こっちか。で、ここにひねって外す。あ、ほんとだ。はい、外れました、ジャッキ。で、あとはグローブボックスに工具が入ってます。純正工具。これを取り出します。じゃあ、まず最初にね、ジャッキする前にナットを緩めておきます。これです。で、まあ、でもあれか。あ、ちょっとやりすぎたかな。こんなもん。で、これは別に十字じゃなくていいんだ。あ、でもなんかわかるね。はい。フロントからグって。この部分、ここがね、純正のジャッキをかませる場所だそうです。連結ね。あ、連結させるんだ。で、うん、
十字レンチと違うから、うん、少し半分ぐらい今手でいく手で外してでタイヤ取ったら、うん、車体の下に入れる。おで車体の下に入れる理由っていうのは、うん、もしもこのジャッキーが倒れた場合、うん、このタイヤが車体の架線になるんで、うん、あなるほどね、うん、できるだけ外したタイヤは車の下の方に安全的に、まあ、入れといた方がいいって、うん、なるほどね。位置的には別にそこにそうそうそう、はあ、そんなのがあるんだ。ないとそのままパタンって落っこっちゃうから危険だからっつうんで全部壊れちゃうから、そうそうそう、ある程度だよね、半分ぐらい出るまで、このぐらいか。何周ぐらいでっていうのもなんか分かってくるんだろうね、ずっとやってれば。あ、そういうことね。よし、よいしょ、どれぐらい、うん、こんなもん、いけるね、うん、これでも結構道路上でやるさ大変だな。結構いいんじゃない、このフックをほうほうほう、こうかけて、うんうん、2本にかけるのね、そうそう、うん、で、はいはいはい、逆回しするわけね、うん、はい、慣れれば、まあ、大体ここ持って、うん、あこのぐらいガリガリ言っちゃうんだね。ね、使ってないからグリスが切れてるから、うん、あ、そういうこと、動きが渋い。だから後で CRC くれればこの音は多分消えると思うんだけど。あ、そうなんだね、そっか、使ってないからあれなんだ。そうそう、最初に CRC くれとけよ、外れた、うん、エンジンは、うん、基本的には、まあ、だいたいこんなくらいかな、こんなくらいからギューってやって、うんうん、体重乗っける感じ。お、そっか、さっきと逆向きだもんね、締めは。ギューッと重くなったら、うん、ちょんちょんって、おで、だいたい十字ね、うんうん、ね、これやって、これやって、これやってっていうのはダメ。基本的にはこう、何にしろ全部十字だろうね、うん、しっかり締めとかないとだもんね。これで一本終わり。一本終わり。バネがここにあってデフがこれで、でちょうどここの板バネとデフを押さえるこの U 字のこの間の、あー、そこの間、この真ん中にジャッキを買う、うん、そこがジャッキなんだ、うん、あー、OK です。けど手であれなんか、うん、上げちゃって揺れないようにしとくんだね。そうそう、ちゃんとねセンターにカットかないと外れちゃう可能性があるから、これは怖いな、うん、あ、回ってる回ってる、今 CRC くれたから、あ、スムーズだ、めっちゃスムーズ、え、OK、これで OK、うん、あ、こんなもんで OK なんだ、
ジャッキがちょっとこうカラカラってなんだよね。オッケー、レンジ飯するぜ。それも純正工具でも外れるんだなにはなってる。そう、あのレンチ。ああ、太い方か。ああ、そこがそれなんだ。あ、本当だ。で、基本的十字レンチの使い方は、うん、できるだけ水平になるように。うん、で、両方を持って、うん、ちょっと押す感じで回す。おお。回すっていうか、うん、シーソーみたいな。そうそうそう。これでジャッキを上げると。はい、これが緩めんね、最初の。芯を持ってやって、うん、緩んだら、うん、あー、これでいいんだ。そうそう。うん、俺はね、こうやって外れるじゃん、うん、外れたら、もう持っちゃう、うん、こういうような感じで外って、あとはこうガチャンって。なるほどね。よし、よし。やるか。で、十字レンチの場合は結構力が加わるから、うん、純正の L 字よりも力が入っちゃうから、あんまり締めすぎにも注意。ああ、なるほどね。うん、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 お、オッケー、オッケー、よーし。で、噛ませて、ほうほうほう。で、ホイールを緩めると。そうそう、うん。よし。本締めするぜ。いはい、ということでタイヤ交換無事完了いたしました。よっ。ですね、多分教習所でね、1回はやっているはずなんですけども、なかなかこの初めて感がやっぱ出てしまいましたね。うん。だけど、いろいろ細かく、レクチャーしてくださって、初めの片面に関しては、このハイゼットトラックのマニュアルに載っている通り、
と、この車に積載されている工具で、タイヤ交換をいたしました。で反対側に関しては工房の方で所有しているジャッキと十字レンチっていうところで、まあ、交換させていただいたんですけど、やっぱり十字レンチとかの方が簡単にできますけど、でもしっかりこの車載されている工具でもタイヤ交換ができるんだなっていう、なんかこう自分にとってかなり経験値になりました。あとはそのハイゼットトラックなんだけど、キャンピングカー仕様にこう仮装されているので、多少その車のアンダーっていうか、その下の部分が変わっているんですよね。外側だけど、だからそのジャッキをかませる部分っていうのは結構見づらくて、やっぱりこうやってレクチャーを受けてよかったなと、改めて思いました。ということで、千葉のパンクの際に温かいお言葉をくださいました。皆様ありがとうございました。これで僕もタイヤ交換ができると思います。動画も見返せるしね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。